構広いですね。どこまで続いてるのかな。さあな、せめてこの遺跡がどうやって浮いているのかくらいは調べたいけど。あなたたちは誰？みんなどこにいるの？今何か聞こえたわよね。どうして声が聞こえるんですか？もしかして幽霊？誰だ？隠れていないで出てこい。私はフラメウ。あなたたちにフラメウと呼ばれていたの。どうしてだったかしら。よく覚えてないの。あなたたちは私を覚えてる？私はもう忘れてしまったわ。幽霊。本当にいたんですね。落ち着きなさいエスカ。幽霊なんかじゃないわ。こういった装置は時々遺跡で見つかるのよ。でもこいつはなんだ、生きているのか。人間なんてとても久しぶり。前に見たのはいつだったかしら。あんまり変わらないのかな。見た目も、多分きっと中身も。この子、私たちを見てる。まだ生きてるわ。あのね、私たちこの遺跡を調べに来たの。わかるかな。ここは一体どんな施設なの？何のためにあるのか、あなたは知ってる？何のため？そう、やることがあったの。大地を、そう、大地を助けなくちゃ。約束、そう、約束なの。みんなの夢、みんなの願い、大切な約束。約束？こいつさっきから何を言って。遺跡が来て、グルベイグ。人間をここに近づけちゃダメ。種にとても悪いわ。あと少し、あと少しでいいから、お願い、私に力を貸して。なんだったんでしょう。それにあの子、どこかで。行こう。きっとこの先が中枢だ。ここが遺跡の一番奥ですか？そうみたいだな。あれはなんだ？この遺跡を浮かせているものなのか？もう来てしまったのね。人間はいつもそう。いつだって、何だって早すぎるもの。おい、ここは一体何だ？お前はこの遺跡を守っているのか？とても長かったわ。苦しかったのも、もう終わり。ようやく春を咲かせるの。夏が終わって、秋がなくなって、そして、
冬が死んでしまったの。だからやり直し。これからみんな花でいっぱいにするの。春を咲かせる？あの、どういうことでしょう？さあな。ただこのままあれを放っておいたらろくなことにならない気がする。ねえ、昔に何があったの？どうしてあなたは遺跡にいるの？どうして、どうして、どうしてかしら。私には何もわからないわ。くそ、またか。今度は大きいぞ。ロジンさん、こっちに何か来ます。みんなが待ってるの、みんなが願ってるの。もう止められないんだわ。人間に邪魔はさせない。人間に絶対に渡さない。何が生きてるだよ。やっぱり壊れてるじゃないか。